この動画は、マイクロソフトフライトシミュレーター2022フライトレコーダーを導入、実行するための案内動画です。マイクロソフトフライトシミュレーター2022は、2021年9月時点でリプレイ機能が実装されていません。そんなマイクロソフトフライトシミュレーター2020で使えるフライトレコーダーアドオンがあるので、早速使ってみました。マイクロソフトフライトシミュレーター2020をお使いの方で、フライト動画を編集されている方には非常に便利なので、ぜひ試してみてください。それでは、早速、内容に入りましょう。この動画は、次の4つの内容で構成しています。最初に、導入方法について説明します。2番目に、フライトの録画方法について説明します。3番目に、録画したフライトデータをもとに、再生とフライト中の録画について説明します。最後に、何点か注意すべき事項を説明します。それぞれの場所に飛ばすこともできますので、表示された時間を目安にしてください。このモッドは、マイクロソフトフライトシミュレーター2020に関連する様々なアドオンが利用できる、フライトシム .to サイトからダウンロードします。URL は概要欄に記載していますので、無料のアカウントを登録してお使いください。このアドオンは、未登録だとダウンロードできません。このサイトは日本語にも対応しています。ログイン後、検索窓にフライトレコーダーと入力して、対象のアドオンをダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、フライトレコーダーフォルダごとを好きな場所に格納しておいてください。この機能は、他のモッドなどのように、コミュニティフォルダーに入れるのではなく、都度エグゼファイルを実行します。ですので、各自の操作しやすい形でショートカットを作成しておくことをお勧めします。これで、フライトレコーダーの導入作業は完了です。さて、実行ですが、解凍したフライトレコーダーの中にあるフライトレコーダークライアントエグゼを実行します。フライトレコーダーを起動すると、ご覧のようなウィンドウが表示されます。ここで注意していただきたいのが、赤枠で囲った部分にはシミュレーターに接続されていないと出ていますが、問題ありません。シミュレーターを起動すれば、この部分に、録画と録画停止ボタンが表示されます。次に、マイクロソフトフライトシミュレーター2020を起動します。フライトレコーダーを使用する際は、オプションのダメージ設定を無効にする必要があります。これで、すべての準備が整いましたので、あとは、実際に飛行し、録画を行うだけです。フライトの準備が整ったら、フライトレコーダーを前面に表示します。ワンモニターの場合は、コントロールとタブキーで、ウィンドウを切り替えてください。赤枠部分のステイオントップを押すと、全面固定になります。録画を開始するには、左上にあるレコードボタンを押します。あとは、画面のフォーカスをシミュレーターに戻し、普段通りフライトをしてください。フライト中は、カメラ視点を自由に切り替えれますし、VFR マップを表示しても、録画の対象とはなりません。この後説明する実行編2で、視点移動のいろいろを説明しますので、あえて切り替えなくとも操縦に専念できます。フライトが終了すれば、フライトレコーダーのストップレコーディングを押します。フライトレコーダーを停止すれば、コードを示すグラフが表示されます。この時点で、フライト情報を保存しておくことをお勧めします。この後、今のフライト情報を再生し、動画録画の説明を行います。注意点としては、再生時にはエンジンが回っている必要がありますので、エンジンは切らないでください。ここからは、録画したフライト情報をもとに、
再生と録画する方法を説明します。フライト情報を再生するには、フライトレコーダーのリプレイボタンを押します。すると、録画されたフライトの再生が始まります。再生映像の録画は、各自が使用されている録画ソフトを使用してください。まずは、離陸シーンを外部視点に変えてみます。画面の右下には、オリジナルの録画画像を表示しています。再生中は、フライトレコーダーのグラフが動き、飛行高度の目安がわかります。再生の一時停止は、ポーズ・リプレイボタンを押します。もう一度、同じシチュエーションでアングルを変えて録画したいときは、グラフ部分のバーを移動させます。ポーズからの再スタートは、リジュームリプレイボタンを押します。このように、基本のフライトだけを録画しておけば、その都度、良いアングルを探しながら動画を作成することができます。また、アングルやカメラ切り替えだけではなく、時間や天候などもリアルに変更できます。最後に、エンジンを切って再生した時の動きを紹介します。エンジンが切れていても、フライト情報に記録されたデータには、座標、速度、高度などの情報が記録されているため、一見問題ないような動きをします。エンジンが切れていますので、もちろんエンジン音は収録されません。しかし、再生をストップした途端、空中でのエンジン停止状態になってしまいます。リプレイを停止したとき、制御がマイクロソフトフライトシミュレーター2020に戻るため、エンジンがかかっていれば、通常のフライトに戻ることが可能です。最後に、使用する上で注意すべき点をまとめます。アシストオプションの故障と損傷にあるダメージ設定はすべて無効にしておいてください。リプレイするときはエンジンをかけている必要があります。実際に飛ばした飛行機とリプレイ時の飛行機を変えることは可能ですが、飛行機の性能差があるため挙動は不明です。この動画は個人でフライトレコーダーの検証を行った結果です。使用する際は個人の責任のもとで行ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。